あなた、ガンプラバトとはいえ、この学園の支援のため、き。教えるでは次に行きましょう。攻撃は最大の防御。さあ、これで最後。十分。敵やコンテナを破壊し、それがこのバトルの真骨頂。よりどりみどりだわ。こっちは。どこから潰そうかしら。よく味わってちょうだい。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。さあ、行きましょう。この場を支配するのは私たちよ。見えているわ。次に壊されたいのは誰かしら。クエストクリア。一つずつ
きましょう。そこまで。森田翔吾3年だ。てめえ、ラプラスの盾に歯向かったらただじゃおかねえからな。さあ、行きましょう。ああ、待って、助け、君は そうでした。本当はじっくりして G キューブは3体あと定期的クエストにも種類があって、敵の撃破、コンテナ破壊、隠れたレアな敵やコンテナを探すようなものもありますね。それから報酬のキープができる回収装置、キューブを使ったパーツか、より多くのパーツを、そのこっちで本当にこのバトルを制で、この子月が消えた。バトル開始です。実況は私、シャクのリンコが務めさせていただきます。てめえらはいたぶってきたぶって、ごめんなさい、壊してやる。バカってきやがれ。おもしけ、立ちにやりようぜ。なんで、確かに、これより破壊するわ。ごめんなさい、誰か、回復をお願い。なんで、破壊したら、やっす、連携されました。このクエストは私のクルーだもん。
クエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。ちょ、マジかよ。さあ、なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。
実況をお届けいたします。コンテナ破壊のクエストですね。機体強化にはやはりコンテナですよ。コンテナ、ここでキーパーツの回収クエストです。このポイントを抑えることで試合展開も大きく動いてきますよ。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。プレイヤー6、撃破されました。このクエストは時間との勝負でもありますよ。さあさあ、通常の3倍のスピードで行きましょう。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。ここでキーパーツの回収クエストです。このポイントを抑えることで試合展開も大きく動いてきますよ。プレイヤー1、撃破されました。
ちらがより多くのターゲットを仕留めることができるのか。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。プレイヤー6撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。第三勢力出現しました。両チームここからどう動くのか注目していきましょう。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。第三勢力の討伐クエストです。複数の敵が相手となるとチームワークが試されますね。プレイヤー5撃破されました。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。第三勢力の討伐クエストです。複数の敵が相手となるとチームワークが試されますね。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。このクエストは時間との勝負でもありますよ。さあさあ通常の3倍のスピードでいきましょう。プレイヤー5撃破されました。プレイヤー4撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。残り3分を切ったところですがチームブルー優勢です。レッド何とか逆転を狙いたい。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。このクエストは時間との勝負でもありますよ。さあさあ通常の3倍のスピードで行きましょう。獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。
チームブルー勝利。